カムイの喋る角には服来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には服来たる。今日は2022年8月6日土曜日です。ね。今日はね、広島にね、原爆が投下された日ですね。で、9日の日が長崎。ね、これも、どん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 風化してるような感じしなくもないですが、 絶対に風化させてはいけない、ね、歴史的な大事件ですよね。まあ、戦争自体がね、うん、良くないことなので、それの結果っていうことではあるんですけどもね。でもやっぱりね、いい戦争悪い戦争っていう言い方はちょっと変ですけど、無差別攻撃っていうのはね、やっぱり、これはちょっといただけないですよね。 まあ、戦争しないのが一番だしね。うん。それで、戦争にならないように守る力も必要だっていうことですよ。まあ、前回のね、えー、第二次世界大戦は、ちょっと日本のやり方も間違ってたというか、その当時のやり方だと、あれはあれで国を守るためっていう一つの大義名分もあったんでしょうけど、今はそういうわけにはいかないのでね。 まあ当時とね、今では全然世の中の仕組みとか、それから物の考え方とか価値観とか、全部違ってるのでね、一概に当時が悪で今が正義って言ってしまっていいのかどうかっていうのはちょっとね、私にはわかりませんけど、でもやっぱり戦争を、 するのはダメです。されるのもダメです。だから、されないために、えー、それにね、え、抑止できるぐらいの力はやっぱり持ち合わせないとね、って、私は個人的には思ってます。ね、えー、そうじゃないっていう方も多分いらっしゃると思いますけども。でもね、もしですよ、あなたが、全く何の言われもなく、 他人にね、叩かれそうになったり、暴力を振らわれそうになった時に、自分に全然その、体力的なね、あの、自信がない場合と、ある程度防げるぞっていう自信がある場合では、相手がどういう風にかかってくるかって全然違うじゃないですか。ね。だからそこら辺のところはね、まあ、いじめと一緒ですよ。 ね、いや、いじめられる側が絶対に悪くないんですよ。いじめる側が絶対悪いんだけど、でもね、いじめる側っていうのは、いじめられる側がね、何もしないからどん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 エスカレートしていくっていうのはね、心理的にあると思います。あれで少しでもね、いじめられる側から噛みつかれても引っかかれてもね、ちょっとだけでも反撃が来ると、やっぱりいじめる側はね、 えー、手が緩まるというか、ね。っていうのはね、これ、あのー、いいとか悪いとか、ね、抜きにして、そういうのって絶対あると思うので、やっぱりね、日本もね、いじめられる国になってはダメです。ね、いじめられないぐらいの力を持ってる国にならないと。ね、自分たちからいじめる必要はないですけど、いじめられそうになったときに、あ、 こいつに手を出したらちょっと自分にも害が及ぶかもしれない、痛い思いをするかもしれないって思ったらやっぱり手は出しにくくなるっていうのが人間個人的にもそうだし国っていう概念からしてもやっぱりそうですよ。だからそこら辺のところはね、ちょっとよくよく 考えてみたらどうかなって思いますね。でね、えー、っと <laughs>、何を言おうとしてたんだっけいやいやい、ね、や、そんなことを話そうと思ったんじゃないんだけど、まあね、今日はあの、広島に原爆が落ちた日っていうことなのでね、ちょっと話が脱線しちゃいましたけど、まず、昨日のあれにも書きましたけどね、コメントで。とりあえずはね、えー、私の知り合い、昨日 PCR 検査は受けれたそうです。 ね。で、結果は、今日か遅くても、明日には来るということだったので、それが分かったらまた教えてくれるっていう返事が来てました。で、まあそういうことでした、まずね。それから、なんかね、今日もね、涼しくはないんですけど、暑くはないんですよ。まあ変な言い方だけどね。まあ夏なので暑いのは当たり前ですよ。だけど、いつもというかここ何日か、 前ぐらいのようにね、もう、じりじりと焼けるような、いつ熱中症になってもおかしくないようなね、そんな暑さではなくて、まあ、夏だからな、このくらいはな、っていうぐらいの暑さなのでね、えー、おととい、昨日、今日ぐらいですかね、こういう夏だったらね、なんとか、まあまあ、それなりに過ごせそうな気がするな、と思いながらね、考えてるんですけど、 まあ明日からも暑くなるような予報がまた出てるようなのでね、気は抜けませんけどね。だから流行り病と熱中症はまだまだ予断を許さない。ね、予断したらダメっていう感じでしばらくね、気にしながら生活していきたいと思ってます。で、今日の GG ジジドドイック行ってみたいと思います。今日の GG ジジドドイック。 真夏日のないここ2、3日、このまま続けは無理だよね。真夏日のないここ2、3日、このまま続けは無理だよね。ね。まあ、続いてくれればね、うん、過ごしやすく夏を、うん、ね、乗り切れると思うんですけど、やっぱりね、そうはいかないですよね。だから皆さんもね、えー、流行り病と、それから熱中症には気をつけながら、 この暑い夏をね、うん、乗り切っていきましょう。そして、食欲の秋。ね、絶対迎えましょうね。ということでね、今日はこの辺でお昼秋にしたいと思います。また明日もなんか喋ってみたいと思いますので、よろしかったらお付き合いください。それではまたまた。バイバーイ